死神さん、いらっしゃい。おはようございます。悪夢で目を覚ました自分、あ、マジですか。そしておはようございますということで、人員さんいらっしゃい、お待ちしてました。ありがとうございます、ありがとうございます。いやさ、悪夢といえばね、いや、あんま人の夢の話って面白くないじゃないですか。人の夢の話って俺さ、よく見るんだよね。悪夢なんだけど、新幹線の最終に間に合わないっていう面白くないでしょ、人の夢。新幹線の下り最終にどうやっても間に合わないのよ。東京駅うろこんなんちゅうのぐるぐる回るんだけど、でそのうち駅の電気全部消えて出口が分からなくなってみたいな、うん、新幹線の最終に間に合わないの。そうでしょそうでしょ。やっぱりね、なんて言うんですか、何かを予見してるかもしれないですよ。何かを予見してるかもしれないです、うん、怖いんですよ。どうやっても間に合わないで、まあもう仕方がないかって割り切るんですよ、いつも割り切って。で、東京駅っていうか、八重洲口の方とかさ、飲食店がまあ最終新幹線最終でやってる店があるかどうかわからんけど、でも八重洲のあの地下じゃない方ね、地下じゃない方にもこう店があるじゃない。で、よし、そこにもう仕方がない、電車代もったいないけど、そういうことも考えてんのそういうことも考えて、電車代もったいないけど、まあ仕方がないと、これはと、まあじゃあ始発で行くかと言って居酒屋とかどっか探しに行こうとするんだけど、駅を出れないの駅を出れない。いやね、まあ本当にまあとはいえね、最近はちょっと寝る時間を削っていろいろやってますよ。なんとなく、はい、なんとなく、まあ僕は本当によく寝る方なんですけどさ、出れないのは嫌だ。そうでしょ。まあちょっとね、お詳しい方いるかどうか分かりませんけど、東京駅をうろちょろしてるはずなのに、東京駅をうろちょろしてるはずなのにいつの間にかね、どうも品川駅っぽいところをうろちょろしてるのよごっちゃになってんだね、ごっちゃになってんだね。全然出れなくて、で、なんていうの、駅員さんに教えてもらったりとか、そんなやり取りもあんのよ、駅員さんに、うん、駅員さんなんか教えてもらって、ああそうですか、ああ出ていけばみたいな話なんだけど、ほんで外からの風景は見えてんのな、自分が右往左往してるの、この駅の光景は見えてるわけだけど、自分が出れないんだよね。ちょっとリアルな夢って嫌ですよ。そうですね、バブルの頃を思い出しましたよ。バブルの頃、新幹線よく使って、新幹線大好きでそしておはようございますけど、ハチさんいらっしゃい、おはようございます、お待ちしてました、ありがとうございます、ありがとうございます。少しね、明かりたきました。グリーンバックにどんどん改装しようと思って、ただもう一発二発必要かもね、明かりね。さっきグリーンバックっていうか布をやってみたら一応抜けたんだけど、やっぱちょっとこの辺が、このまだ暗いからね、この辺をちゃんとカバーできればいける。グリーンバック背景何にしようかねいや、見てるとさ、まあ最近増えたじゃん、グリーンバックでやってる配信。最近っていうか、目につくようになったわけね。で、だけど俺ね、一番最初に目にしたのってね、ニコ生の生主さんでね、いらしたんですよ。最初にそれ多分ね、彼は男の方ですけど、ギター弾いてるね、男の方なんですけど、彼は何かを参考にしたのかどうかは分からないですけど、
おそらくまあ非常に早い時期にやってましたね。グリーンバックで画面を構成していくっていう、相当早い時期にやっておられましたね。だからまあ俺も含めてまあ2番センチ3番センチになっちゃってはいるけどねなんては思うね。やっぱああいうこの革新的なことを一番にやりたいね、やるならね。まあなんていうの、黙ってるやつは分かんないかもしれないけど、知ってる人は知ってるからね。彼が相当早かったっていうのだから、何ですか、クルーズか、ニコ生クルーズあるじゃない。クルーズでも目立つ目立つ、何この画面って感じだぞ最初。やっぱ素晴らしいですね。まあというわけでね、少し明るくなったんですけど、どうでしょう皆さん、気づいてました？ちょっとくっきりはっきりしてない、このあれが、この私の狭い箱が、ちょっとくっきりはっきり、ちょっと このこの辺をね、ちょっと引っ越しする予定なんですよこの大量機と、これからイカ焼きね、ちょっとあとこれ、この何ですか、波の輪模様の布をね、あ、ご挨拶ありがとうございます。さあ一曲いきますか。それじゃあね、今日は、収録も兼ねております。頑張ります。目標は2曲、3曲いければいいかな。あ、もうね、そう、2曲か3曲いければいいかな。寂しくて泣いてはいませんか。それはどこか宇宙の果ての知らない星からの長距離電話。窓を開ければ暗い夜空に一面の星たちが光さざめく。真夜中一人で黙っていると遠くから電話がかかる。もしもし少し辛い夜です。君の窓の明かりを思ってます。100億光年遥か彼方の君をなぜだか信じられます。銀河は巡り星は消えても、一つの思いは見えず流れる。
中私も電話をかける。心の奥のダイヤル回す。もしもし見知らぬ私の友達、私はちゃんと歩いてます。今は小さな命の種が遠い明日に花開くまで、静かな川が流れ流れて大きな海に広がる日まで。通信でした。おはようございます。皆さんおはようございます。寝ぼけてますということでね、拓也さんいらっしゃい。連日どうもありがとうございます。パチパチをどうもありがとうございます。ありがとうございます。アイテムの拍手もありがとうございます。パチパチもどうもありがとうございます。そしてご挨拶ありがとうございます。キープかなキープかな。途中ちょっと一箇所怪しいところありましたけどちょっとキープかないやね、図らずも、なんていうんですかね、ほらYouTube の方ね、投稿を始めて、またね、投稿再開して、なんていうんですかね、ちょっとアクティブになり始めた時にパラパラってね、登録数が減った時期があるんですよ。登録数がパラパラって減った。で、まあ理由は多分こうだろうなと思うのが、いきなりギターシンセで復活したでしょなんていうのかな、分かりにくい。そのギター一本でやってるラインが分かりづらくなっちゃってるからっていうのがあるのかなと思ったわけ。っていうのあるのかなと思って、先週からそのエンカーとかギター一本でやる回を作って、また上げ始めてるんですね。で、そうするとなんかね、まあ一応毎日投稿目指そうみたいな、切り出してね、毎日投稿できるじゃんなんて話で、なんか最初はあんまりそんなことが、もういつ体もって、まあ拓也さんいるからあれだけど、いつなんかなんちゅうの、今のような演奏ができなくなるかわからないわけだから、記録として残すかなんて思ってたんだけど、上げ始めたら欲が出だしてさ欲が出だしてさ、まあ私はまあとりあえずなんかね、全体のアクティブが上がってて、古いやつばっかり見られてるモノクロの古いやつばっかり見られてる。あ、今日でもどなたかね、登録していただきました。チャンネル登録どうもありがとうございます。あれ、末永くどうぞよろしく。いろんなことやってますけど、基本夏メロです。はい、基本夏メロギター弾き語りでございます。はい、ご挨拶ね、どうもありがとうございます。自分は早いですが、また眠り、悪夢見ないように死神さん、新幹線の夢見ないように体気をつけて元気にしな。そうですね、うん、早いですが、おやすみ。あ、お茶をどうもありがとうございます。お茶どうもありがとうございます。で、おはようございますということで、タイさんいらっしゃい。おはようございます。お待ちしてましたよ。ありがとうございます。
お仕事中かな、いや、お休みかな、お仕事中かな、まあ、可能な限りゆっくりしてってください、そう、新幹線ね、怖いですから新幹線乗り過ごさないように新幹線乗り過ごさないように、うん、あ、ご挨拶どうもありがとうございます、ありがとうございます、うん、ではでは、お疲れ様、おやすみなさい、おやすみなさい。タイさん、照明足してますよ、照明、照明を足し始めました。あと一発ちょっと必要だね。あの、さっきね、テストしたらブルーバック抜けましたね、抜けた、さっきテストしたら。まあちょっと今正式な明るさじゃないから、その、いや、仕掛ける時の明るさじゃないから、いや、まあ実際もう一度設置してみますけどね。お休みですか、どうぞゆっくりしてってください、タイさんね、どうぞごゆっくりしてってください、うん、本当にさ、こんな狭いところでできるだろうかということがまず第一と、それから明かりを焚くんで夏場だよなって思ってる。もう今から夏場どうすんのと思ってるけどね、うん、でもちょっと明るくなったでしょ。どう？どう？下とかこれとかこの煽りのやつとかね、うん、最初女優ライトを導入しようかと思ったのよ。女優ライト、でも女優ライトって、女優ライトってわかるじゃん。で、俺メガネしてるから女優それは絶対みんな突っ込むだろうなと思って、まあそれ狙いでやるのもいいけど、でも本来の目的ではないからね。本来の目的で女優ライト使ってて分かっちゃうからね、あの輪っかのやつでね、うん、ちょっとなって思って絶対突っ込むだろうリスナー諸々はと思ってネタとしてはいいけれどっていう、うん、あ、先週からちょっとやり続けている曲をちょっとなんとか取り切りたい、なんとかね、なんとか取り切って、よまいごと言います。いけるかな、ちょっと待って、ちょっとテスト。変な癖だよ。いけるね。参りましょう。ちょっと待ってね。いろいろ欲が出てきちゃうんだよな。続けるとめちゃめちゃ欲が出始めててさ、うん、いきます。ごめん、もう一遍もう一遍してください、ごめんなさい、もう一遍入りますよ。窓打つ木枯らし、みぞれが混じる、はたりとデジタル時計が変わる。もしやあんたが帰ってきたのかと、ベッド降りたら
でるくしゃみ変な癖だよ男に振られたその後はなぜだか決まって風をひぐ真夜中世の中夜迷子と上から呼んでも下から呼んでも世の中バカなのよ夜迷子でした。残念残念宮城隆さん、皆さんおはようございますということで、プラムさんいらっしゃい。おはようございます。連日どうもありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんとかね、まあまだ冬長いからね、冬長いからね、秋の曲をね、秋の曲を1曲か2曲はちょっと出しておきたいと思っているわけです。それで奥村千代さんの終着駅を今からやろうと思ってるんですけど、改めて YouTube で検索して、あれあそこの音って何使ってたかなって思って調べたんですけど、
どうも一番最初のオリジナルのシングルのアレンジではないらしいんですよね。で俺どこでこのアレンジ聞いたんだろうと思って探すんだけどなくて、あのこれね、これね、こっから始まるやつ、どこで仕入れたんだろうな俺これな。ちょっと分かんないんですけど、なんか説明書いとかないとね、なんかシングル版のアレンジと違うのをやってしまっています。まあそれもネタでまたあのやればいいんだけどさ、あの新しいその元々のやつをやればいいんだけど、千葉の舞い散る停車場は悲しい女の吹き溜まりだから、今日も一人明日も一人涙を捨てに来る真冬に裸足冷たかろう、大きな荷物は重たかろう、なのに今日も一人明日も一人過去から逃げてくる、一度話したら二度とつかめない愛という名の温かい心の鍵は最終列車が着くたびによく似た女が降りてくる、そして今日も一人明日も一人過去から逃げてく、抱く夜風の慰めは忘れる努力の邪魔になる、だから今日も一人明日も一人過去から逃げてくる、一
度話したら二度とつかめない愛という名の温かい心の鍵は最終列車が着くたびに欲に似た女が降りてくる。そして今日も一人、明日も一人、過去から逃げてくる。そして今日も一人、明日も一人、箱から逃げてくる。終着駅でした。いけたんじゃないですか。いけたんじゃない。キープ、キープ。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。アイテムの拍手もありがとうございます。しかしね、私まあいろいろとね、まあなんていうの、再開しちゃってるんで、ひょっとしてもう一から作り直した方がいいんじゃないっていうことも思ったりしたんですね、チャンネルね。でまあいろいろ調べて、まあまあでも同じことかとは思って今続けてるんですけども、まあ一番の理由はもう路上用の名刺に刷っちゃってるっていうのがあって、それはそのもったいないじゃん。まだ200万ぐらいあるからね。まだ200万ぐらいあるから。うん、だからさ、見てたらさ、100人突破しました、100人までに私がやってきたことみたいな動画が結構あるんですね。で、節目節目でみんな上げていくのね。でさ、そうか、こういうことだったのかと思ったのが、ほらビジネス系のチャンネル、ビジネス系 YouTuber チャンネルはさ、いろいろ教えてくれるわけじゃない。どうすればどうなるかとか、まあ本当にそうなるか別にして、どうすればどうなるよってことを教えてくれるわけだけど、この人たちって最初の頃ってやっぱり0人から始まる。まあブログから流れてきてるから、最初に例えば100とか100っていう基礎表があるんかもしらんけど、まあそれにしてもよ、最初どうしてたんだろうと思ったわけね。今でこそ万人単位で大きなチャンネルをお持ちだけど、最初の頃ってどうしてたのと思ったんだけど、そうか、そのやり方かと思った。ほんでみんなさ、もう測ったように言うのが、その別なチャンネルを運営してましてっていうんだよね。別なチャンネルの経験と今のチャンネルの経験を合わせて言えることはっていうのね、大体決まって言ってますね。そうか、そういうこのロジックで、そういうロジックで、その実績がなくても動画を作っていけんだなって思った。そういう意味で勉強になった。すごいなと思って。うん、あ、これはあれですからね、ボスの、 ギター用のエフェクターでこういうのがあるんで、リズムボックスではないんです。リズムボックスではないです。
リズムボックスじゃないんです。まあ英語の曲ですけど、あの日本の曲だからいいでしょう。これもちょっと残しておきたい曲です。うまくいくかな。いらっしゃい。コインありがとうございます。皆さんのコインのおかげで切れ目なく切れ目なく切れ目なく配信することができています。コインコインコイン、ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事前かと思いますけど、可能な限りゆっくりしてってください。コインありがとうございます。皆さんのコインのおかげで切れ目なく切れ目、切れ目、そして 1,2,3,4,5 5枚もありがとうございます。さあ行きます。行ってみましょう。仕事ね、仕事うまくいきますよ、うまくいきますよ。あれ？なんで？なんで？I think I've nearly found you. Give me a cue. I can see clues all around me. Sound the music.
Must be way to get love for this, cause it's sad. Give me a cue, I can see clues all around me. Sound of music, the sound of my numbers. I'm sick tired of same old chaos. Must be a way to get love for this, cause it's sad. Give me a cue, I think of hearing my new.9でした。9、皆さんご挨拶をありがとうございます。ありがとうございます。アイテムの拍手ありがとうございます。そしてご挨拶の方もありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いろいろとさ、まあグリーンバックもそうですけど、 いろいろなんかこの新しいことをやろうとすると付随していろいろと やることがあるじゃない。まあなんていうんですかね、珍しく寝る時間が減ってますね。寝るの大好きなんですけどね、なんていうんですか、割とこうなんていうの、不快でない感じであんまり寝てないですね。ストレスがないですね。何ヶ月か後に反動が来るんですけどね、ドーンってもう何にもしたくないって時期が来るんですけどね。これでもマジでちょっとこのあれなんだよな、夏だよな、もうすでになんかすごい暑いんだけど、当たり前だけど。もう一遍貸してごめん、もう一遍貸して、もう一遍貸してください。すみません。
し訳ない。一人飲む酒、悲しくて映るグラスは古巣の色。例えば古巣なんて聞きたい夜は横浜本気と吹く。ヘミングウェイなんかにかぶれちゃってさ、フローズンダギリなんかに酔いしれてた。あんた知らない、そんな女横浜本気と。飯を食うならオリジナル上手なんて聞いたふうなことを抜かしてた。甘色の髪のさらって女さ、横浜本気とくぶる。あなたの影を探し求めて一人さすらったこの街角、本木あたりの昔の話さ、横浜本気とくぶる。革ジャン羽織ってホロホロトロロ、バーボン片手に千鳥足、ニューグランドホテルの明かりが滲むセンチメンタル本気の。一人飲む酒わびしくて映るグラスは過去の色。あんた恋しい黄昏の横浜本気と。あんた恋しい黄昏の横浜本気と。あんた恋しい黄昏の横浜本気トークブルース。横浜本気トークブルースでした。あ、京志郎さんいらっしゃい。おはようございます。仕事終わりました。毎度どうも、パチパチということでありがとうございます。お仕事お疲れ様でございます。
お仕事お疲れ様です。お疲れ様、お仕事お疲れ様でございます。どうですか、今日も忙しかったですか。なんかね、忘年会ももう勢いで行っちゃうような感じも一方でありね、どうなるかわからない年末ですね、本当にね。本当に、私は粛々と身の回りのこのあれをやらないばいけないことを粛々とこなしていく感じではございますが、はい、ご挨拶をどうもありがとうございます。ありがとうございます。なんかめっちゃ早いな、これがな。あれ、何で行くっつったっけな。銀河通信はいけそう。銀河通信はいけそう。あれがいけないんだな。読まいごとがダメだと思ったんだよな。読まいごと。今のはどうかな。今のはキープ。今のはキープ。パチパチ、ありがとうございます。やっぱ早いやつっていうかさ、非常に複雑回帰なアレンジのやつは別でやっぱり取らないとダメだなって感じはしてきてる。割とあんまり早いやつは今んとこ上がってないじゃん、早いやつね。で、早いやつは深圳に向かないから、サイレントの方でやっぱり取らなきゃいけないなとは思ってるんだけど、週末に確保してるやつは基本演歌歌謡曲だからね、あんまりむちゃくちゃこのポップスロックみたいなのはちょっと苦手なんだよね。苦手っていうか、あんまり似合わない回なんだよね。だからまあやっぱり時間見て丁寧に撮るしかないんだろうなと思うね。ボヘミアン・ラプソディとかさ、ボヘミアン・ラプソディのなんていうの、シンセ版とさ、ギター版とさ、撮ってなんか企画で出したいななんて、そんな欲も出てきてます最近ね。まあ来年の春、そのあれがどうなるかちょっと分かんないですけど、路上の方がね、来年のボヘミアンツアーがどうなるかちょっと分かりませんけど、谷さんにもアドバイスいただいたように、まあその前にちょっと上げとこうという感じですかね。その前にね、まあちょっとクイーンを3曲っていう感じではちょっとないかもしらんね。なんかもうやっぱりちょっともうブームから遠ざかっちゃってるからね。まあ洋楽のなんか受けのいいやつをあと2曲ぐらい足してやるのがいいかもしらんね。ギター1本でやるには受けがいいやつね。あんまりもう重装備ではちょっともういけない。後者のバンドの映画とかやってますけど、そうヒットないもんね。クラプトンですか、クラプトンですか。クラプトンはね、いや俺今その受けがいいやつってさ、ヴァンヘイレンとかねギター一本でやりそうもないやつをやるのがいいと思うんだよね。おーっていう感じでジャンプとかそんなことをちょっと思い始めています、今このそっちちょっとこの悪い心が今こう動き始めてますね。ジャンプでいいんじゃない。おはようございます。ええー、ございらっしゃい。おはようございます。お待ちしてました。ありがとうございます。毎朝どうもありがとうございます。お忙しいというか、
なんて言うんでしょうかね、朝バタバタされるその手前だと思いますけど、ありがとうございます。さあ、英子さん来たんで、あれお任せリクでいいですね。お任せリクでね、昨日のね、よいしょ、なんか気を使っていただいてね、闇投げが本当にちょっと申し訳ない、ありがとうございます。なんか気使っていただいて申し訳ないです。うん、秋丸さんもほら投げ銭じゃなくてアイテムで同じ金額花火とかね投げていただいて、秋丸さんもどうもありがとうございます。多分見られると思いますね。あれどうもありがとうございます。お目覚めは5時半なんで、そう早くなったのうちに通うようになって早くなられたんです。はい、シンさんが SE みたいに、シンさんみたいに SE で鳥の鳴き声出した方がいいんじゃないですか。やっ、英子さん来たら英子さんいらっしゃい、おーってやるの それでは参りましょう。お任せリクでいいですね、いいですね。あー、コケコッコー的な、さあこれはどうでしょう。今日はいけるかな。失礼、もう一遍、もう一遍、もう一遍、ごめんごめん、行きましょう。ありがとう、ぬく、あれなんかおかしいな。もう一遍いきます、もう一遍いきます。失礼しました、もう一遍いきます。
生まれて初めて辛い、こんなにも別れが英子さんのお任せリクは戦士の休息でした。最後最後残念、最後残念、見失ってしまいました。これ最後超残念あーお茶バカありがとうございます。英子さん、そしてチャー君いらっしゃい、おはようございます。お待ちしておりました、チャー君。うん、エイコさん、エイコさん、お茶わかりがとう、バレて、イエイエイエイ。グリーンバックプラン着々進めております。寝る間も惜しんで進めております。な、気力で生きていけます。サンキュー。皆様からいただきました投げ銭は私の音楽活動、配信活動のために大切に使わせていただいております。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。チャー君、チャー君に触発されて僕も YouTube 投稿を再開しましたけれど、一向に登録者が伸びません。ちょっとね、いろいろ考えがあって、SNS との連携はしてないんだよね、今ね。ちょっと考えがあって、
一応ね、一応先週から毎日投稿してる、弾き語りの毎日投稿してる、うん、まあ、今日もこれ録画を兼ねてるんだけどね、うん、まあ、とにかくね、とにかくちょっと行けるとこまで行こうと。いやー、はっきり言って、まあ、チャー君だけじゃなくてね、チャー君だけじゃなくて、いやー頑張ってんなみんなと思って、うん、もうなんかね、早く、割と早く始めて、それからそれなりに再生数もあったりだったんだけどさ、なんか自分に負けてしまっていた俺がいたよそう、なんかね、挫折、いわゆる挫折していく組、うん、まあ、そんな感じです。どんな感じなんでしょう。修理が進まなくて次の動画もなかなか上げる。でもなんか結構再生されてるよね、チャー君のってね。まだ本数少ないのにね。なんか長くかかる人と短くで済む人もいるみたいだから、チャー君は意外と早いかもね、あんなペースで再生されてたらね。うん、頑張っていきましょう。もうだってあっという間に抜かれたもんね、あっという間に抜かれたもんね。うん、行きましょう。あれ、もう終わりだね、君が小さく見える、僕は思わず君を抱きしめたくなる。私は泣かないから、このまま一人にして、君の頬を涙が流れては落ちる。僕らは自由だね、いつかそう話したね、まるで今日のことなんて思いもしないで。さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐ外は白い、悲しいね、僕の代わりに君が今日は誰かの胸に眠るかもしれない。僕は照れるから、誰も見ていない道を寄り添い歩けるアムイが、君は好きだった。さよなら、さよなら、さよなら、
さよならオフコースでした。いいんじゃないですか。あげてあげちゃっていいですよね。たくやさんあげちゃっていいよね、うん、おはようございます。引田さんいらっしゃい。おはようございます。お待ちしました。ありがとうございます。寒いでしょう。もうそっちはね、まだこたつ出してないんですよ今日出そう、今日こそ出そうと思うんだけど、まだこたつが出せてません、ご挨拶どうもありがとうございます。ありがとうございます。あと2曲ちょうどいい感じね。ちょうどいい感じ、うん、ご挨拶どうもありがとうございます。ありがとうございます。こたつは人をダメにする。そうですね、そうなのよ。俺ほらただでさえただでさえ寝ちゃうからね、うん、行きますか。それではうん。
味噌。行ってみましょう。大丈夫ね。あ、皆さんご挨拶ありがとうございます。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように触れぬ肩のぬくもり、感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。名前指でたどり、後の言葉迷いながら、そうと言った。街の明かりちらちら、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そして待った街の明かりちらちら、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。街の明かりでした。パチパチどうもありがとうございます。あ、パチパチありがとうございます。
さあ、それでは今日最後の曲を歌って終わりましょう。なんかね、ここのところちょっとほら、何ですか、ここのところさ、贅沢延長とかやっちゃってさ、申し訳ない感じでおります、実のところね。あー、コインどうもありがとうございます。皆さんのコインのおかげで、切れ目なく切れ目なく、あ、切れ目なく配信することができています。ありがとうございます。ああ、あれ、ああ、切れ目なく、忘れてた、忘れてました。ああ、失礼しました。参ります。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕、ごめん、ごめん、もう一遍、失礼しました、大変失礼しました。もう一度行かせてください。から今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕は汽車の中旅立つ僕の心知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君を人に詰め込んで、そのまま連れ去りたい。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕は汽車の中。街も今は声を沈めて、何を待っているのか、何を待っているのか。いつもいつの時でも僕は忘れはしない。終わりがあって心の旅が始まる。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕は汽車の中。今頃は僕は
心の旅でした。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。いやー、今日も歌ってまいりまして、皆さんどうもありがとうございました。今日はさよならと終着駅と銀河通信かな。お疲れ様でした。またよろしくお願いいたします。バチバチ、どうもありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、今日の夜はニコ生ね今日の夜はニコ生です。まあ乾杯しながらということで、皆さんどうぞお時間ございましたら遊びに来てください。お疲れ様。